嘘みたいな、あの子綺麗みたいな、おお、す悩んごでいるね。顔を、マジかーみたいな感じを入れてあげてもよかったかああ、反応の顔、いいな。ね。よろしくお願いします。よろしくお願よろしくおいし願いしまます。す。今日も静香さん、トニーとカティは来てます。で、こういう動画シリーズで、トニーの漫画とか、カティの漫画、私の漫画、静香さんに読んでもらってますので、遠慮なくアドバイスとか、良くないところとか、嫌いだったところとか、あったらぜひ教えてください。お願いします。お願いします。いつも翔ちゃんと一緒だった。翔ちゃん、本当に言っちゃうの？告白します。私の翔ちゃんは、完全に変わってる。追いガキ、俺のもの勝手に触るんじゃねえ。君、約束忘れてねえよな。翔ちゃん。パッと見て、初めての感想とか教えていいただけますやか？ー、いいですね。本当なんか、続き気になるって感じの、連載ものにできそうなストーリーですよね。そっか、シリーズの始まりみたいな。そうですね。あその翔ちゃんがなんで悪者になったのかとか、なんか和解するのかとか、なんなら翔ちゃんの最後のその、忘れてねえよなって、翔ちゃん忘れてないってことみたいな、めっちゃメイクポイントですよね、少女漫画として。結構キャーってきますよね。キャーってきますよ。覚えてんのみたいになります。こんな悪っぽいのに、約束覚えてんだみたいなときめきがありますよね。少女漫画してると思います。やった、ありがともしかして、正直、この3人の中で一番少女漫画っぽいかも。のところは、私は少女漫画からずれて、ちょっと有利になっちゃって、こっち少女漫画で、青年になって、でも日本語ゲーマーが一ちょっ番と少女漫画ああ、超意外。じゃあこれから少女漫画家になる。少女漫画より中二病描きたい。中二病いいですね。私が漫画2、3回くらい、まあ、大学の時とか描いてみたことはあるんだけど、2つ描いて、最初はこういう1ページにコマは3つ4つくらいにしてたんだけど、でその後に別の漫画になんか影響されて、1ページになんか8コマとか9くらいになっちゃって、結局こういうなんか3から4くらいの方が良さそうですかね、少女漫画。そう、少女漫画は基本的にコマ数めっちゃ少ないんですよね、他のジャンル。なんかカティの漫画も結構コマ数は結構少なかった印象があった。真んそう。中に超空いている、もう枠線がないコマと、あと小さいコマ一つとか。そのただの四角だけじゃない形のが多いのも多分少女漫画の特徴です。だからこなのるペーほジど。とかも多分もっと、まあでもここはそんなに見せ場って感じじゃないんで、これでもいいと思うんですけど、少女漫画だともうちょっと確かに形が違ったりするのはあります。カティの漫画みたいに、例えパネば、ル開けたり。真ん中のパネルをなんか枠線をなしにして、で、隣のパネルをもう少しなんか優しい形になる方がなんか挑戦したらいいかな。そうですね、そういうのにしても少女漫画感は出るかなと。なんかかっちり、コマは少女漫画っぽいかもしれない。なんそっかかそっか。私たちが3人でフュージョン派やったら完璧な少女漫画が。フュージョンしよう。またカティとトニーの漫画を考えて、なんか後ろにお花のスクリーントーンとか、あと私そういうのは得意じゃない、その後ろにそのキャラクターの気持ちに合わせたスクリーントーンとかあんまり貼ったことない。今の漫画を見て、なんかどういうところに入れられそうところありますか？キラキラとか。ここギャグっぽいですけど、ここのコマだったら、キラキラ。ここもなんかキラキラ合いそうですよね。この女の子の。いいですね。確かに、サッチちゃん。せっかくなんかスタイルいいってみんな言ってるし、後ろにもっとなんかキラキラのスクリーントーン貼ろうかな。もう良さそうです。子供の頃思い出してるところ、過去見てる時に背景を黒にしてる。
私は。あの例えば私あのワンピースとかナルトを読んで必ずなんか子供の頃思い出してるところでなんかあずっといなんかお父さんと一緒になんかこういうゲームしてたとか必ずページが全部背景が黒になる。あ、え、背景ってこのこっちのことですか？こっちの。そう、そこでも あと枠の中でも黒をしてる。でもやっぱあれですかね、少女漫画だとなるべくこうベタゴマっていうのは入れないようにしてるのはなんか画面が全体的に重くなっちゃうんですよね。あんまり黒すぎると全体が重くなっちゃうんで、なんかやっぱキラキラとふわふわとみたいななんかいうイメージっていうのは真っ黒だと伝わりにくいことが多いんで、あんまりこう画面を重くならないようにそんなこの本当このぐらいでいいんだと思います。多分そんなに真っ黒ここ暗くしなきゃとかは確かにあんまないですね、少女も。なるほど。翔ちゃんが登場するところでちょっとびっくり、まあ、ハンバーガーヘッドが出てくるようなああいうような驚きじゃないけど、そのやっぱ思った人と違う雰囲気を出したいから、なんか悪いのを一コマで一つのポーズで表現しようとすると難しいですね。このコマで悪いぞっていう感じをガードレールに座ってるとかかな、なんだろう。あそうね、多分これもページもそのトニーさんのと一緒でなるべくこう右上、あ、上にあったらよかったかなって感じですね。ああ確か確か、ドーンっていたら、うん、せっかくそうね、ページ開いてもう早速、はい、多分大きいキャラクター 見ちゃうから、うん、上の方がよかった。なんか対になってる感じで、まあこっちとこっちのコマが対になってる感じでおしゃれな感じではあるんですけど、多分どうなんだろう、この子めっちゃ重要じゃなければこんなに大きくなくてもでも確かに多分私少女漫画より少年とか青年漫画を主に見てるから、必ず多分綺麗な女の人描くときに必ず結構でかく描いてる。うそうですよね、確かに。ただそのメインキャラクターがちょっと不安になるような雰囲気出したかった。ちょっと敵が現れたような。うん、そうです。そしたらもう本当女の子が嘘みたいな、あの子綺麗みたいな悩んでる顔をマジかみたいな感じを入れてあげてもよかった。反応の顔いいね。ここがめっちゃでっかく欲しかったんですよね。うん、ああ確かに私もそう。うん、これがうわーってなるポイントだったんで、その女性目ってときめきポイントみたいな。これ大きくした方がいい？なんか男の子が近づいてきてこうこんな今のだと約束忘れてねえよなって通りがけざまにまさか声かけてくるとはみたいな、しかも近いしみたいなドキーみたいなのがあっていいんじゃないかなみたいな。思いましたね。っていうか私鳥肌立ったの。覚えてたのってなりますよね。そう流れがやっぱここ私だったら翔くんその次のページにここの多分なんか信じてるよ的なのは前に持ってっちゃってこれをドーンってもっとでかくかける。そうですね、上の方に。なるほど、うん、ここに入れるかこの来たぞって言われてる時にその自分も回想してるその次の。あとやっぱこの彼女がいるのかいないのかっていう悩みももうちょっと悩んでほしい気がします。めっちゃショックじゃないですか、彼女いたら好きだって。そっか、もうクッションここに間に欲しいかなっていう。なるほど、投げるシーン勝手に触るんじゃねえところそれは激しすぎだった。その少女漫画にどれくらいなんか暴力入れていいのかなんかリアリティが一番、まあ、ない部分ではない、あるじゃないですか、このシーンって。うん、その、うん、リアルでそんなに人飛ぶわけないとかの、その、なんか、漫画としての面白さを取るか、その、もっと共感してほしければ、もうちょっとリアリティ寄りな、そうね。らしいですよね。その、投げるシーンを書く前に、実は、殴ったシーンを書いた。でも、ちょっと、殴ったら、もっと、暴力っぽくて、だからコメディっぽくしたその投げるシーン。コメディでいいのかもしれないです。しかもめっちゃ上手くないですか、この絵。ファーストがすごい上手くて。
かっこいいもの、私ちょっとこの悪い感じの翔ちゃんかっこいいですよね。何があったんだろうって思っちゃう。そうで、そのさっちゃんは本当にどの関係何の関係女性の心はそこにね、ドキッときめく、勉強になりました、このプロジェクトに。あの、あんまり女性の考えのプロセスがよく考えてないですよ。だからちょっと、かわいそうなと思って。かわいそうなんで、かわいそう、かわいそう、ペリカイ本当。まあ、つまり男性の方は考え方はシンプルなので。シンプルです。シンプルです。いや、でも背景とかめっちゃ綺麗にパース取られててすごいなって思いました。おお、ありがとう。なんか私もすごい見習わなきゃいけないと勉強になりました。いっぱい、いやいや、ありがとうございます。トニーもカティも私もこれからいっぱい漫画描くつもりで、うん、頑張ります。何か挑戦してほしいところとかありますか？文字のサイズ感、多分日本語言語さんは結構変えてるのかな、こういうなんか大きくなったりとか、見出しが、うん、大きくって文字ちっちゃくてもいいですし、そのぐらい差つけちゃっていいと思います。僕は全部同じ、あの大きかったり小さかったりしてしまったんだけど、それはなっちゃった感じで、直そうとしてた。逆にあのいろんなサイズはバラバラすぎてて読みづらいかなと思ったこともありました。そう僕もそれは NG と思った。見せたいとこは全然大きくしてもらってた、ここが見せたくて、だからこれはもうちょっとちっちゃくていいとか、そういうのはなんかバランスを、セリフのサイズのバランスとかも気にすると、もっと見やすい、このここがこの漫画のこのコマ見てほしいんだな、とかこのページのここが見せ場なんだなみたいなのが分かりやすくなるかも。じゃあありがとうございます。お、ありがとうございます。すごい勉強になった。それで静香さんにみんなトニーの漫画もカティの漫画も私の漫画も全部見てもらいました。ありがとうございます。ありがとうございました。超勉強になりました。けど本当にいろいろ見てくれて、いろんなアドバイスをしてくれて大変助かります。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にいろいろ勉強になりました、実は、うん、本当にだからやりながらも勉強なんだけど、やっぱりいろいろね、こうやって共感して話したりとかしてて、すごく良かったです、うん、ありがとうございます。楽しかったです。いろいろみんなでお話できて。2人の漫画の直すところもうバッチリ違う。私提案一つあります。はい、それは女性の心を勉強しなさい。山口静香の YouTube チャンネルもあるので、ぜひリンクをチェックしてください。そこでいろんな静香の書いてる漫画とか Twitter 漫画とかホームページの iPad レビューとか動画いっぱいありますので見てください。あとはトニーのチャンネルもカティのチャンネルも見てください。チャンネル登録お願いします。みんな本当にありがとうございます。次の作品がありますので、次の動画もよろしくね、みんなさん、うん、そうドキドキチャンネル登録お願いします。じゃね、続きます。はい、じゃね、バイバイ。いやでも確かにこういうなんかシーン大事ですよね、女性は。そうでしょ。いいんですよね。しかもここで期待させてのハンバーガーですから面白いですよ。